あ、すみません、今の振ったんじゃなくて、いや、振ってます。2020年の12月に、だから発言は控えてください。議会が、発言は控えてください。あ、議事進行の話です。聞いてください。議事進行ですよ。議事進行の話です。居眠りが疑われる場合には確認しないといけないと議会で、居眠りしてるんですよ。してませんよ。違う、居眠りが疑われる場合です。それは勝手なことだっけ、それは。いや、客観的な事実です。本番終了していいですか。はい。はい、以上で反問終了し、議員の質問に戻ります。答弁を求めます。以上。西丸市長。はい。あれほど明らかな間違いを認めることができない。そんな委員会のその後の対処に何の信頼が置けるんでしょうか。置けません。議事録に載ってない言葉を使わない。最低限そうすべきですね。が、それだけで完璧にはなりません。要約というのは、わかりますよね。国語の問題で要約しなさい。勝手な作文をしないのは当たり前ですけども、書いてある言葉を使ったら丸つきますか。つかないですよね。つかないですよ。千文字並べてあって要約しなさいって書いてある文字を抜粋してまとめて100字にしたら全部要約になりますか。ならないですよね。そんな作業じゃないんですよ。そんな陳腐な話じゃないんですよ、要約というのは。文脈を捉えて要点を押さえて何が書いてあるかを抽出する、これが要約です。なので議事録に使ってない言葉は使わない。そんなことで防げません。理解されましたか。いいですね。聞いてる方は大体分かってらっしゃると思いますが、だからです。そんな委員会の対処では正当性、正確性担保されてません。信頼できません。条例に反してます。なので予算が組めません。これが執行部の見解です。答弁を終わります。以上。南沢議員、はい、ようやくというところについて、まあ、要約をするときにですね、必ずしも同じ答えにはならないと思います。国語の問題でもですね、どこを抜くのかで、それもまあ前提条件があって、この質問に対してどう答えるかというところであれば、 ある程度その問題に対してちゃんと答えているかどうかで、答えが変わってくると思うんですけれども、その問題自体は今回の場合、いや、というか議会候補の場合、問題があって要約をしているわけではなく、どこを要約するかというところから、何を伝えるべきかというところから裁量があるんだと思います。そういった点でいうと、まあ、例えば市長が発言されている点、市長が主張されたい内容と、議会側でお伝えしたい内容、そこに相違が生まれることというのはあると思うんですけれども、そういったことは、まあ、市長の方の裁量で全て決めなければいけないと、市長の方の許可がいるというふうにはお考えでしょうか。答弁を求めます。市長。石丸市長。許可の話はしていません。そうではなくて、今ご自身がおっしゃった議会基本条例に書いてあるじゃないですか。重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表すると、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めなければならないと。それが全てです。そうしたときに議事録に書いてあるからといって言葉を抜き出して好きな作文をする、それ無制限に許したら全然違う話書けちゃうじゃないですか。ってなった時に、ここで大事な要点というのは、議会というのは執行部と議員が会えたりするわけですから、当然執行部の目を通すべきだろうと言ってるんです。従前お伝えしてますよね。なぜその対策を取ろうとしないのか、その手順を踏もうとしないのか、やましいことがあるんですか。そんなにやましいことがないんだら、きちんとその手続き踏めばいいじゃないですか。何よりも、いっぺん過ちを犯した立場ですよ。し
かしその過ちすら認めたい、今さっきから目をつむってらっしゃいますけども、ご自身の議会であるの問題になってるんですが、自覚ありますか？議長じゃない、市長、はい、ここは先が議員に振るところではありません。あ、すみません、今の振ったんじゃなくて、いや振ってます、2020年の12月に、いやだから発言は控えてください、議会が、発言は控えてください、あ、議事進行の話です、聞いてください、議事進行ですよ、議事進行の話です、居眠りが疑われる場合には確認しないといけないと議会で、してませんよ、違う、居眠りが疑われる場合です、それは勝手なことだっけ、それは、いや客観的な事実です、私がこれだけ本人が関係する話をしておきながら、やめてください、答弁を始めてください、答弁を続けてください、じゃあしっかりと注意をしてください、みっともなさすぎる、寝ていれば注意をしますよ、いや居眠りが疑われる場合に注意しないといけないんですよ、いいですね、目を閉じて一生懸命聞いてる状況ですから、もっぺんじゃあちゃんと確認してください、私は今疑われたのに注意しただけです、いや私は疑ってません、市長答弁してください、もっぺんじゃあ確認してちゃんとこれから議事政治を行ってください、はい、皆さんいいです、ね、寝てませんので大丈夫ですよ、目ぐらい開けてください、みっともない、失礼な話ですよ、先が議員が相当失礼です、先が議員に申し上げます、発言は許してません、石丸市長は答弁をしてください、はい、人の話は目を開けて聞きましょう小学校4年生でも多分分かりますよね、ね、分かると思います、全員目を開けてくださいよ、いうことですので、はい、今議長からも注意がありました、いらんことを言わんでもいいですから答弁してください、私が言いました、ではいらんことを言わせないように注意をお願いします、はい、こっちの、こっちの言うセリフですよそれは、はい、答弁をお願いします、よろしいですか、はい、なのでこのような体たらくなんです、この議会は自らの過ちを認めることさえできない、過ちを認めないから糧にして出しようがないじゃないですか、また繰り返しますよ、早速目をつむってる、みっともない、だから本人たちに任せられないじゃないですか、議会であるの例で言えば執行部が従前チェックするという手順があったはずです、なぜそれをなくすのか、戻せばいいじゃないですか、それで済みます、そして目を開けましょう、さっきから開けとるじゃないか、これちょっといやいや発言は許しません、ちょっと暫時休憩で、はい、ちょっと暫時休憩いたします、石丸市長が就任されてから4年近く経ちましたが、未だ居眠りを指摘される先川議員です。議場で注意されたくないなら目を開けて話を聞けばいいのにと思ってしまいますが、何か目をつぶって話を聞く癖でもついているのでしょうか、その度に議場で騒ぎになっているのが時間の無駄だなと感じます。